皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットのぐっちです。今回は卓球チームの方よろしくお願いします。本日のテーマは直角に曲がる横回転サーブを皆さんに紹介します。ということで手順は4つやっていきます。で1つ目ですね、超手前に曲がるように曲がりさせるポイントですね。ガーッと大きく曲げるポイントはですね、実はですね、体の動かし方に秘密があります。で皆さんまずサーブ構えるときって右にこうピッてやってますよね。右に向かって、体を右に向かってこう基本こうやって構えてると思うんですけど、このときにですね、サーブを出すときにこう超ブチ切れで、直角に曲がるぐらい大きく曲がらせるポイントは、実は体の使い方をこっからおはようって感じでこっちに体を右から左にガッとこの返し、右から左にサーブ出すときにおはようってやるとすごい曲がる横回転が誕生するんです。もうこれだけでも結構いいです。皆さんの横回転サーブ、ただこう腕一生懸命切られてる方多いんですけど、一生懸命腕に切るだけじゃなくて、ここ右に向いた状態からトス上げた時におはようって体の正面、相手の方におはようって感じで向けてください。そうすると体のねじみのパワーでおはようってやるとすごい、これで超回転かかるんですよ。超かかるんですよ。これただのスイングじゃなくて、おはようってやるってことですね。そうすると、すさまじい強烈な、よく回転がかかるので、非常に大きく曲がると。で、しかも、これを3抜いてから、相手が完全に右に向いている状態で、当たるときに一気に、おはようするので、なので、右から左にこう、打球するときにまで、右側向いててください。打球するとき、で、当たる瞬間に、おはようって感じですね。で、こういう、一気に向けてあげる。それはですね、最後までこうすると回転わかんないんですよね。あ、こっち右向いてる状態から、おはようっていうこういうねじりですね、相手に向かっておはようってやるようにすると、いきなり横回転が来るっていうのはびっくりしますよね。普通に下回転でこう最後に当たる瞬間に右向いてる状態から体を正面にこう一気に返してあげると、相手がお横回転来たって感じでびっくりすると思います。だからこういうボディーワークですね。なのでこういうのを非常にうまく使うと、横回転というのは相手の反応が非常に遅れる、でしかもボディーのその力で想像を超える曲がり方をしてくれるっていうので、まあ一石二鳥な感じになっています。なので相手にですね、他のサーブが来るように見えるっていうことですね。なので最後まで、何が来るか分からない状態、なんかいろんな来る、何か来るなと思ったところで、一気に最後に体を返すことで、いきなり横が来たっていう感じになっています。手順の2つ目はですね、今度はこの、この直角に曲がる横回転サーブのやり方の、切り方なんですけど、切り方はですね、おすすめは、このさっき言ったおはようっていうこのボディの動かし方をするときにおすすめなのがですね、ヘッドを下に下げて斧みたいな感じで、斧を持ってるようなイメージで、それで左から右にそのままこの体の力を、このおはようっていうボディーワークを、右から左のボディーワークを使いながら、そのまま体がスピン中なので、このスピンしてるときにヘッドを落として左から右にそのまま叩き切るような感じでやると、そうするとすごい回転量のある横回転が簡単に出せます。なので、こうやって下回転出してる中に、こうやって今横回転入りましたよね。こういう感じで横回転入りましたね。だから分かんないですね。で、今度また下回転。っていう感じで、お、びっくりしますよね。なので、こういう感じですね。で、しかも、このボディスピンで体が回っているので、回っている最中に当たるとですね、インパクトが見えづらいんですよね。ただ、こうやってやると、インパクト見えますよ。なので、相手も回転バレたりとかするんですけど、ボディスピンを使うと、ちょっと何が起こってるか分かんなくなりますよね。何が起こってるか分かんなくなりますよね。ボディスピン使うと分かりづらくなります。おはようって言うと、おはようって言うと分かんないですよね。なので、こういう感じでやると、相手に横回転って、もう相手がもう取ろうとした時にまだ横回転って分かってなかったりとか、反応がすごく遅れてくれますので、ただでさえすごい手元で、なのでびっくりするんですよね。皆さん、めっちゃ曲がるので、で、横回転ってことで気づかないので、そのままポッて下かなと思って合わせると、すごい曲がるので、こう、
指とか腕に当たったりとかですね、曲がりすぎて。だからそういう感じで、あとラケット当たったらピョーンって思いっきり横飛んでったりとか、想像を超える横回転で皆さんびっくりしてとってもよく聞きます。はい、はい、今度3つ目なんですけど、この今度はですね、私がよくやってるんですね、この時実際この出す時にですね、おすすめは今こうこの体のこのボディースピン使って一気にこう正面に向ける勢いを使って切れって言ったんですけど、この時にこう先端を落として左に切ってもらう時に、切った瞬間にこうやってバック面をですね、こうやって向けてください。こうやってこういう感じです。私は非常によくやってないですね、こういうサーブですね、こういう感じですね。何回転取るかわからない。でこれまず下入って、こうやって急にびっくり、おっ、いきなり回転で、特に今びっくりさせるポイントは、まあ、いきなりこうおはようってやってるのも大きいんですけど、その時にこっちまでですね、脱臼切った瞬間にすぐこうバック面をこう向けてあげる、まあ、ちょっと ねじってあげるってことですね。切った瞬間にバック面を向ける。そうするとですね、まあ、このですね、体にこうスピンが入っているので、その最中にバック面を最後に向けちゃうとですね、そうすると脱臼面が、こうスピン最中なので、わからないですよね。わからないですよね。これだとわかります。これだと丸わかりです。ですけど、こうやってやるとわかんないですよね。なのでですね、こういうふうに、こうやってやっちゃうと、もう、ここが最後ですね。体のスピンで脱臼が見えなくなってて、で、何回転わかんない。横回転かもわかんない。で、状態で、最後に、こう、赤面だけ見せる。そうすると、相手はですね、ボディースピンが終わった後の赤面だけを見てるので、最後に、バック面だけ見えてる状態になります。相手には。なので、バック面が最後見えてるだけに見えちゃうので、何回転か、こう、考えてる間に、もう、直角に曲がるサーブが飛んできていると。で、めっちゃ切れてる。なので、相手は指に当たるリスクが非常に高い。で、すごいよく効くという感じになります。で、今度は4つ目ですね。4つ目はですね、今度は、今のやり方で、今とってもこれで分からない回転っていうのが分かりました。で、ダメ押しで、ラケットの先端の方にですね、こう斧で叩きつけるような時に、先端の方に当てるとですね、結構アップになります。上系になります。で、ちょっと下を入れたいなと思った時ですね、このグリップの手前の方ですね、を捉えようとすると、横下回転になります。なのでですね、こう、高速回転でスピンで体が回ってる最中にですね、今、こうやってやると分かんないですよね、どっちがどっちが。こうやってやると分かんないですよね。一瞬に見えますよね。だから、こう、体が、おはようって感じで、こう、ぐっとこう、相手コートに一気にこう、右から相手コートにこう回転するときに、どっかの回転の打球の仕方をしてもらって、やってもらうと、で、最後のバック面しか見えてない状態なので、インパクト見えてないですよね。隠してるわけじゃないんですけど、体が回転してるので、非常に悩むと、見えないという感じになります。なので、体の回しでインパクトが見えない状態を作るということですね。なので、腕とかで隠すと違反になりますので、なので、こういう感じでですね、なんですかね、体のパワーを使うとですね、インパクトが見えなくなるというものをうまく利用すると、で、最後に、こっちだけ見せておけば、もう、わかんないですね。最後に。このまま残しておくと、回転バレちゃいますので、そのまま、こっちまで、こう、枠面を、切った後に、向けておく。そうすると、わからないと思います。こうやってやると、最後に残ったの面でバレるんですけど、こうやって返すと、わからないですよね。なので、まあ、ぜひですね、まあ、そういう感じでやると、まあ、非常に、ただし、直角に曲がる横回転の強烈な、その回転量、っていうのと、あと相手バレないで、インパクトが見えないっていう、まあ非常に使い勝手のいい横回転なのかなと思います。ぜひ皆さん、まあ体のその使い方で
結構こういう感じでより自分のサーブとか皆さんのサーブをよく回転をパープさせることがうまくもっとできるようになりますので、ぜひやってみてください。ありがとうございました。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。日本中講習会で回って卓球の楽しさを伝える普及活動、初中級者が短期で勝てる内容を日々研究し役立つものをお伝えさせてもらっています。動画の内容が良ければいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。